皆さん、お待たせいたしました。いや、お待たせしすぎたのかもしれません。今日もですね、三国志ハードをですね、楽しくやってまいろうと思います。さて、タイトルにあります通り、激震の秘密ですね。これを知っていないといずれ損する日が来るかもしれないというところでですね、どうでしょうね、結構有識者のね、さっきお知り合いにもね、ちょっと聞いたんですけど、知ってる、完全ではなかったですけどね、知ってる方もいて、知らない方もいるみたいな感じですね。おそらくね、大半の方は完全には分かってない、なんとなく分かってる人が、何割かいて、全然分かんない人が結構な割合を占めるんじゃないかなっていうのが激震の秘密ですね。まあ、激震というのはですね、例えばですね、甲冑ですね、甲冑のこの急進、この技能でですね、弓兵陛下の戦法で激震が発生するようになる。激震が発生するとですね、戦法ダメージのクリティカルが発生するわけですね。戦法ダメージがより強くなる。その発生率が 50% ということになります。周囲の自重にしてですね、まあ、やってみたんですけども、激震がですね、全く発生しないんですよ。一応ログとかね、取ってしつこくね、追ってってるんですけど、まあこういうふうにね、確認してってるんですよ。ゼロなんですね。で、リクソンに関してもゼロというところでですね、さすがにこれ発生率おかしいだろうと思いまして、はい。いろいろ自分でも考えたんですけどもね。で、これ、求人のところの状態変化の説明ですね。攻撃変化と激震威力変化がつくってことになってるんですよね。攻撃変化、だからこれですね、4の攻撃変化と激震威力変化がつくっていう説明はあるんですよね。まあ4じゃないで2なんで、それ関係ないと思うんですけど、あれーと思ってちょっと分かんなくなったんで、まあとにかく激震が発生しないのはなんでだろうと思って、これ運営さんにですね、ちょっと恥を忍んでですね、私ね、問い合わせしました、メールをしました。そしたらですね、ものの1時間もしないうちに帰ってきまして、それがこんな感じ。はい、お問い合わせの件についてですね、お問い合わせの件について、はい、5時半私確認しております。5時22分来ましたね。大丈夫ですね、個人情報ありませんで大丈夫ですね。お問い合わせいただきました。 UR 甲冑の技能急進の激震発生が発動しない件につきまして、以下の通りご案内いたします。念のためのご案内となりますが、戦法が陛下なしである場合には激震発生率の効果には影響いたしません。これはですね、陛下なしであると激震発生率の効果に影響しないというのは、激震発生率 50% があってもそれはゼロであると、激震はゼロであるということですね。だから陛下なしの場合はダメですよっていうことなんですよ。意味わかります？武将が弓でも陛下なしはダメですよって言ってるんですよ。これ意味わかんないですよね。先方の陛下は武将詳細画面において先方詳細よりご確認ください。武将自体の陛下ではございません。意味わかんないですよね。いや、この時点で私は分かりました。さすが私は分かりました。はい、うん、もうね、昔動画でね、知力ダメージの戦法はですね、陛下なしなんだって私はね、声高に言ったんですよ。どの動画で言ったかちょっと探すの大変だから持ってこないですけど、知力ダメージは陛下なしなんですよ。戦法自体が陛下なし戦法なんですよ。だから周囲のところで急進使った場合、自重で使った場合、陛下なしなので激震発生しませんということなんですね。
だから今のところは LR で、激震を発生させることができないかな。弓ないですよね。周遊以外に弓ないですよね。だから激震が発生しません。多分ね、これ問い合わせね、同じのね、多分何回も来てるんだと思う。これだから、これね、だそもそも論なんですよ。私も、ああ、そうだと、そうだ、そうだと思った。知力系は陛下なしだと。そもそも論だと。じゃあ何が陛下弓になってるのかっていう話なんですよ。一体誰ならじゃあ聞くんですかっていう、激震自体が。というのをちょっと見ていただこうと思います。いろいろ弓の UR 並べてみましたけど、核、どうでしょう。核もね、陛下なし、ここです。ここの陛下なしなんですよ。陛下なし、系統知力。なんでかこの系統知力の陛下なし。だ知力で陛下弓だったら乗るわけですけど、知力はことごとく陛下なしとなってるわけですね。で、攻撃属性、火。うん。あれ核って攻撃属性火だったの？違うよね。周遊だよ、これ。これ周遊じゃねえかよ。そう、周遊でした。すいません。周遊は知力、火、陛下はなし。だから激震は発生しません。これ何が起ころうとも激震は発生しない。あの、弓陛下限定のね、やつは、まあ、激震が発生しないというか、弓陛下、これか、急進の弓陛下の戦法で激震が発生。これが激震発生しないという感じですね。他にも激震ありますよね。お買い物他にはありますよね。これはどうかな。郊外はどうかな。郊外は別に火属性の戦法で激震が発生するようになるから、郊外は効くんですかね。だから郊外はいいかもわかんないですね。もしかすると。まあ 25% だから4回に1回ですけども、威力も上がりますんで。そして物理弓ですね。例えば花公園。花公園はきっちりここ、弓兵って書いてあります。弓兵物理。で、ダメージがあるやつ。ダメージないやつは兵か弓兵になってません。うん。まあ兵かの指定をする必要がないんでしょうね。ダメージが。そういうことですね。物理ダメージは大体ついてるんじゃないですかね。他の陛下でも見てみましょうか。 SSR 孫作陛下歩兵ですね。やっぱついてますね。ことごとくついてるんですよ。陛下は歩兵だから、歩兵の戦法ダメージですね。歩兵の相性です。三すくみの関係がありますという感じですね。だからこれ、根掘り葉掘り全部の武将を探してったら、もしかしたらね、あるかもしれないですね。知力で、ここ、陛下弓になってたり、あるかもわかんないですね。ないか、さすがにないか。いや、あったら熱いですね。で、ダメージないところはもう、なし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 ですね。そういう感じですね。で、太子寺弓兵、物理。太子寺とかは激震が効く。なので、ここに甲冑をつけてですね、いいことっていうのはあんまりないですね。老練と、弓兵のこの連鎖が上がるぐらいですかね。やってみても、ちょっとやってみてこれいいんじゃないかなと思ったんですけどね。まあ、かなりこれ上がりますけどね、連鎖はね、5% 上がるんで。これは大きいですけどね、リクソンとの。大体リクソンとの2連で族狩りなんか全部終わりますからね。死なない族はないですから、リクソンとの2連で。はい。知力むちゃむちゃ高い人なんか紹介がいいですよね。紹介。これ、長字があるんで、長字。長字、銀字とも読みますけどね、これ。知力系統の火ダメが下がる。で、知力が低いあたりだとさらに下がると。全然ダメージ当たんないですよ、だから。装備持ってたら核もありですね。結構。連鎖も上がるし、知力も上がる。っていう感じでしょうか。いや、周囲の自重、どうしようかな。まあ、割と、スピード上がって無難なのが、陸攻だったりね。
ここら辺もありかなっていう気がしますけど、まあ核ですかね。核が一番いいかな。名簿あればという感じですからね。名簿あればというところで、今日はですね、周囲の自重に激震をかまそうとして、光柱をつけても激震は発生しませんよというところで、激震の秘密、激震の秘密というか求人の激震の秘密ですね、弓兵陛下の罠がありますので、知力系武将は陛下なしですと、陛下なしはダメです、弓兵陛下になってないと先方の左上ダメですよというところで、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。知ってる知ってるってコメントいっぱい来ると思いますけど私は運営さんにまで問い合わせてしまいました。そういうところで、皆さん良い波動ライフを。またんご。